隊長。どうした？しっかりして佐々木丸。どういたしました。鈴木丸が。何事じゃ。連れて行かれた。武士が。何故じゃ。用意したんです。俺や村の皆は飢えているの見かね、鈴木め、これは早く手当てを。はあ、あとはお任せ。しっかりせ。あの滝次郎、助けに行きませぬぞ。こたびのことは法皇様の命に背いた滝次が過ち、黙して里を待つまでじゃ。話にならぬ。法皇様に逆らってはならん。ならば何故名付けたんだ。俺は清盛と。何故清いの文字など与えたんだ。罪なき民を泣かせて武士など名乗れるか。武士と申したぞ。清盛が己を武士と。暴殺症継承内視神聖師工作修正理事不修列班患者急方便地等しかち処方機申し上げます。拝謁賜りたいとしつこく申す者が参っておりまして。追い返せ。はあ、いきなり参ってこのわしに会えると思うとは、どこの。手を挙げよ。平の清盛と申す者はそちか。はい。平の忠盛が子か。平の忠盛は父ではござりませぬ。して何をあってここへ来た。滝次をご放免くださりませ。滝次再会の漁師にござります。禁断令に背き殺生をした角で捕らえられましてござりまする。されど魚を取るは漁師には生きる道。これを捕らえるとはきっかり。すぐにご方面こそなされるべき道と存じまする。ならん。
何故にございまするか。示しがつかぬ。見せしめのためと仰せられまするか。国を治めるためと申しておる。されごとにござりまする。法皇様、怯えておいでにござりましょう。うつつに生きる。もののけがごとき、己が振る舞いに。それゆえ今さら、仏の教えにすがり、漁網を焼く。あのどす黒き、煙のように、月の光に染まろうと。必死にあがいておいでなのです。これは面白きことを申す。わしがうつつに生けるもののけとは、では土地はどうじゃ。誰が腹から生まれた。存じません。そうか、知らぬか。そちの母は